帰ってきたか。
おかえり。
君か。おかえり。ちょっといいか。今から軽く付き合わね。そうか、サンキュー。天気も良さそうだし、屋上行こうぜ。
すぐ成人の日だな。去年までは単なる連休の日と思ってたけど、今年はさすがにちっと思うよ。俺もちゃんと大人になって普通に成人式とか出んのかなとかさ。なんだよ、ちゃんとした大人にはならないってこと？つうか最近急に世間の空気も妙な雲行きになってきたよな。新聞もニュースも人がわけもなく集団で倒れたとか消えたとか、そんなんばっかだ。シャドウの被害が増えすぎてて記憶の補正が追いつかねえんだって先輩は言ってた。どう考えても例のニュクスってやつの影響だよな。うん、ここんとこそれ系の話にかこつけて妙なカルト宗教みたいなのも騒がれだしたろ。やれ週末がどうたらこうたらってさ。早いとこなんとかしねえとな。悪い予感みたいなもんをみんなどっかで感じてんのかもな。それにニュクスだけじゃねえ、ストレガの二人もまだ生きてる。だんまり決め込んでやがるが、どっかで必ず俺らの行動を邪魔しようとしてるはずだ。決着つけねえとな。それにしてもこんな可愛い子ちゃんに命預けることになるとはな。去年の春には想像もしてなかったぜ。もっとも世界がこんな無茶なことになるって自体考えなかったけどな。しかし実感湧かねえぜ。こっから街見てっと、すげえ運命がそばまで来てるなんて全然思えねえ。けど見えねえから見ないってんじゃ何も変わんねえんだよな。お前正直すげえよ。こんな運命10年も前から追わされて、そんでも自分の力にしちまうんだからな。俺今までいろいろグダグダ言っちったけどさ、さっきも可愛い子ちゃんとかってからかうみてえなこと言ったりしちまったけど、お前のこと頼りにしてんのは本当だし、お前と会えてよかったよ。真顔で言うと恥ずいけどさ、でも本当の気持ちだ。戦いが終わっても俺だってずっと仲間だよな。どういう意味だ？ああ、そうか。戦いが終わったら何仲間みたいな。そりゃあれだろう。両仲間。ちと軽そうだな。もっとこう親友って感じがいいよな。帰ってきたか。